はい、皆さんこんばんは。今回の研究材料はこちら、初の宇宙戦艦ヤマトキットですね。ガミダス帝国軍デスラー三段空母、こちらの機体で研究したいと思います。こちらもお客様にいただきました、ありがとうございます。はい、こちらです。それでは早速研究スタート。三段空母、そう、三段になってたんですね。なんかすごい不思議なデザイン。この間から飛び出ていくのかな、ビューン。ガミダスかな、ね、他のかな、書いてありますけど。駆逐艦、かっこいい、強そう。パトロール艦とか。あ、護衛艦ね。メカコレクション。17に12を接着し、1に接着します。17に12を接着し。ということは、番号順ですね。あー、やばい。季節の変わり目ってね、今日朝が特にひどいんですけどね、お花間の時ほんと鼻ズー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 申し訳ないんですが、よいしょね、お花間もほんともう毎日、ま、平日だけなんですけどね、生活のルーティーンの中のね一つになっているというか、まあ、それね、私自分で配信してるからそれはそうなんですけど、これね、楽しみなんですよね。朝は本当に苦手だったんですけど、朝から皆さんがね甘やかしてくださるんで、あっという間に本当に1時間半、7時から8時30分の間に終わってしまうんですけど、あれ？これ17じゃない？何万切ったの私？16切ってるじゃん、もう。おバカさん、あつ森もねゆるくしながら今、そう、あつ森もねハロウィンモードでアップデートされてから、すごい可愛いあのアイテム、かぼちゃの形をしたテーブルセットとか、あとパンプキン、かぼちゃの置物、そしてかぼちゃもね売れたりするんですけど、ハロウィンね楽しい、街並み、街かどうかもねどんどんハロウィンモードになってて、ちょうどあの TT 招待さんのハロウィンのもう作ろうと思ってるんですけど、キットはねもうあの決まってるんですけど、他のね小物とかと合わせるのは本当楽しくて、考えるのが、ぜひねツイッターにもねアップするんで、その時にはぜひ見ていただけると嬉しいです。あれ、ね、どうやってついてるんだっけ、この子、ここ形が、え、17の中、この子、どれになるのかな、こうか、こうなってて裏返ってての、うん、ここかな、なんかつくとこなくない、ちょっとこの斜めの感じかなと考えちゃう。さあ、失敗許されないからさ、なんとかね、あ、取れるんかもしれないですけど、慎重に、なんか、うん、ズドリやところ、うわー、ドキドキ、こんな感じなんですけどね。そう、これ溶けるもんね、わ、いけるんかな、こうやって溶かしてくっつける感じ、しばらく持ってた方がいいですよね。わー、合ってるのかな、もし組んだことある方はぜひ。いや、でもこれ動画をね、いや、見てからじゃどないにもならないよって言われちゃいそうですけど、ひらんさん後ろでダメよ、ガンダム落とさないでね、ひらみ、ひらんさんもちょっとね鼻炎持ちの猫さんなんでね、そう、ひらんさんももうすぐお誕生日というか、去年の10月22か3ぐらいにね出会って我が家に来たんですけど、ひらすさんとも出会って1周年、1年記念、
モンプチとチュールアギナイトですね。あ、なんかここはしっくりきた気がします。難しい。全然なんかめっちゃ歪んでる。なん、合ってるかな。こういうのってピンセットでやるのかな。ラスリね、ここかな。違うかな。この面全部かけることなんか。あー14もまたちっちゃいパーツ。80回転してこうなるわけですね。あー接着のあとが、そっか、このほんと流し込み接着剤まだ出会って1年経ってないんですけどね、もっと早くに君のことを知りたかった。他のね、ちょっと大変さをしたからこその感動もあったかもしれないんですけど。はい、ここから10倍の速さでお送りしております。いやー、これはね、撮った後に声を入れてるんですけども、もう作り方がね、ヤスリの使い方とか本当、下手っぴーですね。お恥ずかしい限りですが、いやー、結構思って、で今1時間ぐらいで組めるかなと思ったんですけどね、もっとかかってしまいましたね。まあこの形がね、特にそのまだ頭にイメージしきれてなかった、まあ、説明書とか箱とかはね見てたんですけど、なので何度もあれあれあれってなりながら作っています。ガミラス帝国軍デスラー三段空母、こちら21話、アニメの21話22話で登場しているんですけど、三段空母とは劇中では言われてなかったみたいですよ。皆さんご存知でした？でまだね、この完成まではもうちょっとかかるんですけど、台座ね、まあ、接着しないと、接着前提だからと思うんですけどね、置いた時にすごいもうグラグラで、最後写真も上手に撮れなかったんですけど、塗装したらね接着して飾ったりとかしたいなとは思っておりますが、あ、もうでもさすが10倍の速さとは、横の10ビームみたいなところつけているところですね、もう少しで完成します。はい、ということでこちら、はい、三段空母さん完成しました。思ったよりもとても時間がかかってしまったんですけども、はい、またねこうやって塗装したら真ん中に白い線入れたりしたらすごい雰囲気変わるんだろうなと思いました。いや、おっとパッ小さくて
もうピンセットでね、ほんと何度も飛ばしてしまったんですけども、いやでも作るのは本当に楽しかったです。なんとかなんとかですが、初大和さんキット組み立てることができました。こういうデザインなんですね。ではこの動画も最後まで見てくださってありがとうございます。よかったよと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではそれでは、おつたまこです。